何？すごい見てくるじゃん。どうしたの？何？どうしたの？今、書類まとめてるところ。そうだな。もうちょっとで終わるかな。5分、10分くらい？信じてない顔してるね。いつももっと仕事するのにもうちょっと時間かかってるのに、本当に5分10分で終わるのかなっていう顔してる。すぐ終わるから。すぐ終わる。すごい目線気になるんだけど。じゃあ、ちょっと話す？あなたの気が済むまで話そうか。顔に回ってしてる。本当にわかりやすいよね。でも、思ってることが顔に出ないよりは好きかな。あ、今喜んでくれてるんだ、とか。あ、今、かまってもらえなくてちょっと拗ねてるんだ、とか。わかりやすいから。わかりやすいのが好きかも。私もあんまり人のこと言えないけどね。じゃあ何話す？何話すって言ってもあんま思い浮かばないよね。私は大体この時間はいつもこうやって作業してるから、あまり寝る前とかにね、お話しする機会ってあまり取れなかったから。寂しい思いさせちゃってたかも。ごめんね。でも、忙しそうに見えるかもしれないけど、忙しくても、二人きりの時間は作りたいなって思ってるから。そう。甘えたいなとか。そういう時は今日みたいに、態度にどんどん出して。でも多分出そうとしなくても出てる感じはするけどね。それともわざとそういう構ってっていう小動物みたいな目してるの？ それもそれで。小悪魔的で、あざとくて、いいと思う。好きだなって思う。癖で。
可愛いとか言っちゃうことはあるかもしれないけど、バカにはしてないよ。私の言う、可愛いとか、小動物みたいっていうのは、もう、今すぐ抱きしめたいみたいな、そういう意味だから。ちゃんと、ね、愛情こもってるから。そうだな、私の見た目とか雰囲気とか、こうやって使う言葉とか、幼いなって感じることがあるかもしれないけど、でも、お姉さんだからね。立派なお姉さんだから。年下は、年下らしく、年上にちゃんと、甘えなきゃ。大人になると、ね、バイトとかでもそうだけど、年下から何か教わったり、年下、年上関係なく、後輩、先輩関係なく過ごしましょうっていう風になると思うけど、ここはね、バイト先でも、仕事場でもないから。こういう時ぐらいも、年下であることを存分に活かして、たくさん甘えて。ちょっとお姉さんっぽいこと言えたかな。とりあえず今日は、もうちょっと作業進めて、ね。終わったら一緒に寝られるけど、多分、10分じゃ終わらないから、先に寝て、ちょっとだけ待っててくれる？早く終わらせるように頑張るから。ちょっとだけまた寂しい思いさせちゃうけど。待っててくれる？じゃあ終わったらすぐそっちに行くから。待ってて。先に寝てるならさ、お休みのチューしないとね。